蝶になればいいなと思うことよりも、あなた自身の心が中村天風のように重い荷物を引きずって生きていないかということだと思うんですね。これ英語はね、ちょっと表現違う、変えてるんです。Instead of saying, what if you can become butterfly and live freely, 自由に生きる。You might as well learn to put down the burden and live according to the heart, as 中村天風 said.これはだから、プッダウンだから、重い荷物、ブーデン、荷物をプッダウン、置く。You might as well 置くことを勉強する。Live according to the heart. 心に従って荷物を置く。だからこれは、日本語は重い荷物を引きずって生きていないかっていうんであって、重い荷物を置くことを勉強するべきだって。You might as well. 前の文章で Instead of saying what if you can become a butterfly or live freely 自由に生きる代わりにですね You might as well learn to put down 重い荷物を下ろすことを学ぶということですよね Live according to the call に従ってっていうだから元の英語とはちょっと日本語とは違う僕は重い荷物を引きずっていないかっていうこの英語は重い荷物を置いたことを置くことを勉強した方がいいから言うよって言ったんですね。意図は一緒ですけど。で、burden in this case refers to triviality, つまらないこと、triviality of life and emotions and desire. 中村天風 said as follows って言ってますね。だここではだから、重い荷物はとつまらない物事であり、先ほど述べた七条ですね、執着のことである。中村天風は次の言葉を述べているということですね。エモーション・デザイア。七条二つの言葉で省略してますけどね。だ重い荷物っていうのは、まあ、ここで彼女はバーデンという一つのザ・バーデンという言葉で代用してますけど、プッダーンと置くっていうんですね。重い荷物を置くことを学ぶ。引きずるという表現じゃなくて、ね、引きずって引っ張っていくじゃなくて。まあ、この方が分かりやすいからこういうふうにしたんでしょうね。で、これはですね、持たなくてもいい重い荷物を誰に頼まれもしないのに一生懸命ぶら下げてないと。僕、中村天風の言葉はね、この言葉は僕ね、非常にいいと思うんですよ。この言葉は好きですね。For those that you've stuck with there for a lifetime.不要だが捨てられなくて持っている。For those you've stuck with. For a lifetime. Maybe you'd better put them down. You don't need to put your life in a trap. だからその、なんていうの、日本語に書いてある通りじゃないんですけど、英語だったらこの方が分かりやすいだろうっていうふうにこうやって訳したんですよね。For thoseThat you've stuck with for a lifetime. Maybe you'd better put them down. You don't need to put your life in a trap. まあ、意訳ですけど、そういうことでしょうね。これね、僕なんかこの年になってね、しみじみ感じますよね。で、まあ、僕の奥さんが若いんでね、僕自身がいろいろこうやってる中で、時々やっぱり指摘するんですよね。なんでそんなことしてるのみたいなね。で、だんだんこう年重ねて、自信持っていろいろやってる反面ですね、こういうふうにですね、重い荷物を持って、それをやる必要があると思い込んでんですよね。まあ、そんなの全然いらないんですけど、そういうふうなことですよね。だから絶えずやっぱり、自分が今してることが本当に正しいのか、方向性がいいのかどうかっていうのは、絶えず、なんて言いますかね、自分を見直さなくちゃいけないっていう、中村天風という人はすごい人ですよね。
だから土曜日の僕はその研修っていうのは、朝はその今これは日本人の精神ということで、地学に影響された日本人の精神というか心って本来どうあるべきだっていうことをこうやってやってますけど、午後はだから江戸と一緒に異文化やって、それから午後もう一つはリベラルアーツやってますけど、水曜日は僕はやっぱりね、大橋に指摘されてですね、まずいなって気が付いたんですね。それは一生懸命やってるんですけど、今アメリカやってるんですね。で、彼が言うのはクリントンとか、クリントンの後のブッシュとか、その後オバマとかって僕はやってるけどつまんないって言うんですよね。でそう言われたらその通りでね、クリントンとかね、ブッシュとかオバマケアなんてやったら全然面白くない。で確かにそれを、これと同じように英語と日本語がこう単位になってて、ビデオ見たり解説してきたんですけど、やっぱつまんないんですよね。でそれでどうやって、ああそう言われてみたらそうだな。でリベラルアーツをやりたいんだったら、じゃあ僕はその大橋がリベラルアーツじゃなくて、なんだっけな、なんて言ったっけな、彼がやってんのはね、やってたのはね、つまんないっていうのも単純にそう言ってる。うん、やっぱりつまんない。例えばさ、これなんか昔の話だけど、やっぱり、ああそうかっていうとこあるじゃないですか。だけど、武士とかさ、リーガンとか言ってもさ、昔の人はこうやってやったな、と関心持ってる人いいですよ。ね、例えば、トランプケアが失敗して、オバマケアがなぜこうやってやったのか、なぜ、ただ何が問題なのかっていうこと関心持ってる人はそれでいいんですよ。でも一般の人はね、関心持たないんですよね。なんでクリントンっていうのは、なんだっけ、女性を、風沸かしたりいっぱいやってきたわけですけど、なんでクリントンの勉強するのかっていうのはやっぱり、で、あ、そう言われりゃ、そう、必ずしも僕は面白いと思ってやってても、聞いてる人は面白くないんですよね。うん。だから、どういうふうに変えたかっていうと、来週から変えるんですけど、今、ホットトピックスですね。例えば、そうですね、ゴラン高原を、イスラエル、に対してトランプが承認したとか、その背景に何があるんだとかって言うと、やっぱりこうホットトピックスですよね。うん、それの背景でイスラエルって今どうなってるのか、ネタニヤフはどうなってるのかって、それを説明すればやっぱり一緒に参加した人は関心持ちますよね。でそういうふうにするべきだって大橋、そう言われればそうだよなと。ただ僕はそれは要するに持たなくていい重い荷物っていうか、やっぱりそのアメリカっていうのはその歴史をきちんと勉強しなきゃいけないだろうとずっとやってきたわけですね。でもね、そんなので関心持たないって言うんですよ。でそう言われれば、それはもう重い荷物を投げて、もっと軽いね、ノリで今の皆さんも関心持ってるような、テーマにね、変えたらどうだっていう。なぜアフガニスタンからアメリカが撤退するのか。じゃあなぜその背景はどうなのかっていうのはみんな関心持ちますよね。だからそういうことなんですよね。自分がこれを勉強しなきゃいけない、こういうことやらなきゃいけないって、それはあなたが言うことはわかるけれども、そんなこと誰も思ってないんですよね。だからここで言ってる重たい、持たなくてもいい重い荷物を誰にも頼まれなくて一生懸命ぶら下げていないかっていう、中村天風が言ってるのは、お前の考えてることは絶対社会的な使命でこうしなきゃいけないとわかるけども、誰も関心持ってくれなかったら君しょうがないじゃないかっていうようなことを、彼は言ってるんだと思うんですよね。だそれはだから大橋が難しいですよね。でもそうやって勉強する方も、自分の関心のあることを学びたい、そう関心のあることであれば勉強の意欲も出る、それは確かにあると思うんですけど、でも逆にその見たいことしか見ない、聞きたいことしか聞かない、面白くないことは見ない、聞かない、勉強しないだと、ちょっとなんかそれでいいのかなっていう、だから勉強するってことは自分が知らないことを知るようになるとか、
そういうこともあるわけで、そのなんかこう危うさはちょっと感じますけど、見たいものしか見ないみたいなところがちょっと強く出過ぎてしまうと危うい気がします。あのね、高橋とか木本っていうのは土曜日の2人ってもうそのなんていうか、そういうふうなこう社会的な使命とか自分が何をやらなきゃいけないかっていう軸を持ってる人はいいんですけど、世の中の人って持ってないんですよね。だからその要するにその僕はあの宇野塾をもっとあの教えてあげたい。で 中身については僕はそれなり習得してるつもりなんですけど、中身に引きずり込んでいくため の前触れイントロダクションっていうのはやっぱり違うもんだと思うんですよ。いくらやっても正しいことをね、そのあなた言ってる通りで無用のようですよね。本質論をいろいろ語っても、あの一般の人は誰も来ないんですよね。それじゃあ一般いいですよ、ね、この間の講師とか老師の話じゃないですけど、まあ、正しいんだけど後世には残るけど日々そう誰も例えば君主がね、どこの国の君主っていうか王様もあの老師も公子を雇わないんですね。それじゃダメなんですよ。やっぱりね、あの僕もその26冊本会で誰も読まなくてもいいよと思ってたんだけど、後世誰かそういうふうな社会的使命を持ったやつが読むだろう、それ間違いなんですよ。読まないんですよ、うん、だそれを読んでもらうためにはその要するに一般の人たちが関心持つようなテーマにその要するにその引きずり込んでいく。だから餌をあの深海魚なんていうのはあの魚の頭にあのランプみたいなの持ってる魚いっぱいいるんですけど、それで餌を引き寄せてきてパックリ食べるみたいなことをやりますけど、やっぱりそういうふうなこうあの一般大衆受けするようなテーマですね。だから僕今回あの実はねその研修を宣伝するあのサイトがあって、そこに登録した時にハッと思ったんですけど、書けないですよね僕の研修項目。書けないってどういうことかっていうと、あなたのメッセージは、その、要するに、一般の人たちに対して、大衆受けするテーマじゃないんですよ。それじゃダメなんです。だから、今さっき言ったような、なぜアメリカ軍はアフガニスタンを撤退するんだったときに、その背景にある、例えば、あの、まあ、トランプの参謀やってる、エリック・プリンスという傭兵会社の社長とかね、それからやっぱりそのタリバンの今の背景とかっていう、そういう本質的なものをやっぱ教えていくには、そこにまず取り込んで関心持たせて入ってきたら教えていくっていうふうな前段取りが必要なんでしょうね、うん、きっと。なるほど。それをですね、この今持たなくてもいい重い荷物を誰に頼まれもしないのに一生懸命ぶら下げていないかって、この文章を一つ取って、僕なんかそういうふうに思うんですね。やっぱり僕のやり方間違えてないかなと、うん、でいや そういうふうにやって誰も来ないじゃない、じゃあ、うん、何が問題なんだ。それは講師がそうでしたね。講師正しいんですよ彼言ってるのはね。ハウトゥーじゃなくて何をするんだっていうことが大事だろうと彼言ったわけだけど、あの戦国時代の人は何をするなんて、そんなことよりもまず生き延びなきゃいけないから、ハウトゥーが大事だから、うん、ね、戦争に勝つ孫子みたいなのが大事だよと、そう言ったわけですよね、うん、でも実際にはやっぱりさ、何が大事なんだっていう、ワットっていうのはやっぱり大事なんですよね。でそのためには、うん、ある程度そのハウトゥーっぽいところにこう引きずり込んで、やっぱり何が大事なんでしょうっていうようなイントロダクションがないと人は入ってこないんですよね。それが今まで宇野塾 の人を集める失敗だったような気がするんですよね。それは直していこうと思ってるんですよ。だからもちろんあの前触ればっかりやるつもりは全くないんですけど、やっぱりその顔をちょっとやっぱりね、少しもうちょっと明確にしていきたいと思ってですね、中身はこうやって今やってる土曜日の一日のコースって素晴らしい内容だと思うんですよ。でさっき言ったように僕は例えば午前中もこれ全部終わったらうまくいけば、今度はこれをあの中国系のアメリカ人にね、あの儒学の詳しい人にこの英語を解説さ
させればもっと面白いかなと。なぜかというと、ここで書いてある例えばこういうふうな話に尾ひれをつけられるかな。僕自身の尾ひれとそういうふうな中国系アメリカ人の尾ひれとやっぱ違ってきますから、あの僕とこう ディスカッションしながら別の視点でこう話が展開できるかなと今思った視点ですね。そういう努力はしようと思ってるんですよ。もちろんその今考えているようなことっていうか、それだけの博識のある人があの安いお金で来てくれるかどうかっていうのはそれはちょっとあの疑問に思ってますけど、まあ、いずれにしてもこれまた終わってからまたやり直しても新しい視点が出てくるんでそれはそれでいいんですけどね、まあ、そんなふうに今思って、これは中村天風のこの文章はそういう意味ですね。昔あのあそこの浜松町、あれ浜松町じゃない、田町のあっちの海の方でやってた時、うん、あの時ホットトピックって言って最初にやってたと思うんですけど、あそうそうそう、あれはでも面白かったです、面白かったです。うん、だからそれをね、あのもう一回そのホットピックスを例えば水曜日の夜 そのリベラルアーツはホットトピックスだけにしようと思って、ホットトピックスから例えば、うん、あのどちらかというとホットトピックスでもですね、世界の一周にこうかたあのリベラルアーツですから世界の一周に関わらない、例えばあの哲学とそういうんじゃなくてね、あの世界の一周に関わるやつをホットトピックスで選んで、で私と大橋とに分けてね2テーマでやろうと思ってるんですよ。でその都度僕が選んだ中で実際にその選んだ言葉、選んだそのテーマの中でアフリカ飛んだり中東飛んだりするようなことを話しようと思って、うん、そうすれば参加した方が面白いと思うんですよね、きっと。それを例えばザンビアとかサウスアフリカとかっていうのを3週も4週もやってて、やっぱみんなあの重たいですから、うん、アメリカなんてやったらもうやっぱり4ヶ月ぐらいかかっちゃうんですね。で重たいですからやっぱりそのよっぽど、なんていうかな、あの、意志が固い人じゃない限り、ついてこないですよね。うん、なぜ、あの、水曜の夜の運動塾は、やっぱりその、染谷と大橋大使が来ないのかっていうのは、そういう背景が多分あるんだろうなと思うんですよ。うん、で、英語を勉強するってことは、こう、まあ、今回もそうですけど、あの、何年も何年もその、苦行みたいなところがあるんですけど、苦行だけだとやっぱりね、あの特に女性なんかついてこないですよね。それはやっぱり僕の反省として今思ってるんですよ。だ今僕が真剣に考えてるのはどうやってその生徒を増やすかっていう中で、今この中村天風がこういうふうなことを自分がそう正しいと思ってやらなきゃいけないという重い荷物が、いや大変だけどやらなきゃいけないなって思ってること自身が彼に言わせりゃ間違いだって言ってるんですよね。うん、染谷さんってまだ若いですよね。若い若い、あの人30になったばっかりじゃないかな、うん、それでも、うん、もう結構続いてますよね。彼もだから水曜日始めて最初からいますからね、2年半ぐらい、うん、でも彼もやっぱりそのだんだんやっぱりあの英語がだんだん分かってきたらつまんないなと思うようになったんじゃないかね。うーん、高橋とかね、木本ってやっぱり特殊な人だと思うんですよね。そう普通の人。でも染谷さんにしても大橋さんにしてもね、曜日は違いますけどずっと続けてるなんかそういう思いがあって、うん、でただね、面白いのはね、面白いのは水曜と土曜日のあなた方と水曜の来てる人とは、あの、根本的にタイプが違うんですよね。やっぱりね、土曜日8時間でしょ？だから8時間我慢できる人ってね、水曜日2時間とやっぱり違うんですよね。あの、心構えが。2時間たち、あの、苦痛でもちょっと我慢すれば2時間経ちますけど、土曜日はね、ああ無理ですよ。ちょっと我慢するじゃないんですね。だから、要するにその、フルコミットメントしないと土曜日ってね、持たないんですね。だから僕は実はですね、研修コースを今登録、さっき言ったように、
研修プログラムのサイトがあって、そこには 10%、20% 参加者に手数料払うんです、僕はね。ですけど、そこに土曜日の研修コースをアップしたんですよ。3つに分けてアップしたんですけど、よく考えたらもう3つじゃなくて、やっぱり1本ですよね。1本でやっぱりそういうふうにこう、しっかりなんていうかな、重たいメッセージで持って話をする。もう、その代わりそのテーマをですね、まあ土曜日はこれでいいと思うんですよ。変える必要ない。水曜日はね、軽いノリだと思うんですよ。2時間っていうのと8時間ってやっぱ違うんですよね。8時間っていうのはもう、なんていうかな、心構えして来てくれみたいなとこあってね、2時間は軽いノリで来てちょうだいねみたいな、やっぱり違うんですよね。うん。だから2時間出る人ってのはやっぱ軽いノリなんだよ。この土曜日の8時間って軽いノリの人は来ないよね。でもどう、まあ、テーマ設定も違いますし。え？内容自体も違う、テーマ設定も違いますね。その、水曜日で扱うものと。うん、そうなんだけど、土曜日のやっぱり、こんなようなことを8時間もやってる学校は多分日本にないんですよね。うん。で、しかも我慢して聞いてるっていう、ないんですよね。だから僕は土曜日はね、中身はいいと思うんですよ。要するに最終形で日本の精神学んで、マルタイカルチャー学んで、リベラルアーツのパスペグローバルバイワイダーパスペクティブ学んでっていうことで、2年我慢すれば世界に共通、共有する、通用する人材ができるよっていうのは僕は正しいと思うんですよ。うん。ね。だけどさ、それさっき言ったように、それどういうふうにこう重い荷物をもっとこう、軽くしていくアプローチやっぱりあるんでしょうね。なるほど。確かに。うん。ちょっと重い。土曜日はやっぱり時間も長いですし、テーマも重いですし、だそれを、こう、軽快なテンポで、まあそういう場面もあると思うんですけど、こう、江戸さんも繰り返し繰り返し、宇野さんと議論しながら、まあ同じ部分をこう、繰り返しディスカッションしたりすることもあると思うんですけど、これなんていうか、分かった気になるっていうのを防ぐっていうかですね。うん。あ、そうだ、今回こういう話した、そういうことだよねって、こう軽く頭に入れて分かった気になるっていうのを防ぐっていうか、その、こう深く考えるっていうか、うん、そういうことが大事だなと思って気づきますね。その頭に、なんていうか、こびりつけるみたいな感覚に近い。うんうん、まあこれをね、僕はだから何て言うかな、実は3つに分けて、午前の部だけ参加する人、1時から3時だけ参加する人、3時から5時だけ参加する人と分けて登録したんですけど、やっぱり間違いなんですよ。うん、マルタイカルチャーだけ勉強したいとかね、リベラルアーツだけ勉強したい、来なくていいんですよね。日本人とは何か、マルタイカルチャーとは何か、リベラルアーツは何か、こう全部合わせてグローバル人材になりたいっていう、そういうコースなんですよ、この土曜日は。うん、そういうふうにね、登録してすごい時間かけて登録したんだけど、今そう思ってるんですよ。水曜日イントロダクションとしては、イントロダクションを作るっていう意味では分けた方がいいんですよね。うん、だけどさ、よく考えてさ、例えばさ、え言ってもいいかな、さっき言ってた、まずは聞きたいこと、興味のあるところに絞ってきてもらうっていう入り口を作るっていうのは大事なんですよね。うん、だけどそれはさ、僕ね、土曜日じゃないと思ってるの。土曜日はね、もう2年間自分を土曜日は捨てたつもりでね、ここに没頭して我慢して参加するっていうコースだと思うんですよ。だそれはともかく出なさいと。で、それを我慢しなさいっていうことだと思う。それ、例えばさ、エントリーポイントを作ってさ、日本人の価値観とかさ、日本の精神とか儒学の本質なんてのはさ、なんか引き込むためのさ、イントロダクションってないですよね、これ。うん。だから講師がなぜその何百年も売れなかったかっていうのは、やっぱり本質的なことってやっぱ売れないですよね。How to じゃないから。これ僕、例えばさ、午前中、なんていうかな、もっと面白いおかしくなできないですよね、これ。
できないと思う。リベラルアーツはできますよ。例えばさっき言ったように、あのなんでシリアはね、あのアサドが化学兵器使ったんで使ってないじゃないのって議論とかさ、あのアフリカのさ、あのアラブスプリングがあのなぜ失敗したのって、それはね、いくらでも話はできますよ、面白おかしくね。だから水曜の夜も僕はそういうふうな、こうあの提灯あんこうみたいなさ、あのなんとかなんとかパンダみたいに、こう人寄せパンダみたいに、そういうプログラムはできると思うんですよ、水曜日の夜は。でも土曜日ってさ、それ分けて登録したけど、なんか例えば江戸の、例えば3時から5時のリベラルアーツっていうのは、あの客寄せパンダみたいなディスカッションって、まあ、できなくはないけど、やっぱりあのオランダ人と俺が英語でディスカッションしてるから難しいよね、それね。だそれ参加できる人ってそれなりの英語のレベルも要求されるし、トイック400、500じゃついてこれないよね。うん、だから水曜日はだから客寄せパンダみたいなプログラムにしようと思ってですよね。で水曜日、まあ人が来るかどうか別にして、まあそういう土曜日はね、僕はねそれは無理だなっていうのは思ってですよ。無理じゃない、これあのどうもこれえこれしかないような気がするね。もう何年もやってきたから、こう習熟してきてさ、まあ最近リベラルアーツにこう午後の部眠くなっちゃうから2つに分けたんだけど、リベラルアーツを例えば、じゃあネゴシエーションスキルをエドはもうやめたらって言うけど、いやこれやっぱり退屈だけどやらなきゃいけないですよね、異文化交流はね。で僕はもう午前中の今でやってるやつは僕がやってますけど、これもネイティブの誰か巻き込んで、こう午前中もディベートできるようにした方がいいかなと思ったりしてるんですよ。うん、そうすると1日ディベートになるじゃないですか。そうするとやっぱり、そのいやこれは叱るべき人材、みんな何でもやっていけば育っていきますよね、きっとね。うん、だから僕はいつも高橋が怒ってるのは、まあ、こんな勉強してなんでそれが身につかないんだっていうのは、このね午前中の部はね、あのノレッジじゃないんですよ、バリューなんですよ。うん、バリューな、グレートラーニングっていうのは、何度も何度も100回も1000回も1万回もやってもまだ身につかないっていうのが、あの、講師とか老師とか僧侶の教えなんですよね。彼らそう言ってんだよ。もう何回やっても身につかない。でもそれを諦めないずに何回もやれって言ってるんですよね。それは日本の社会から、この儒学の江戸時代に散々やったね、あの、教えっていうか、まあ、教育直後もそうですけど、それはもう完全に消え去っちゃったけど、もうこれが僕は日本人の魂だと思ってるんですよ。でもうこんなこと言うと、あの、それは嘘でしょ、宇野さん。それは古事記とかね、あの、それがその、神道が日本の精神ですよっていう人もいっぱいいるんですけど、僕はそれもそうなんですけども、それは否定しませんけれども、やっぱり江戸時代なぜ徳川家康が250年もこれに執着したのかっていうのは、あの、それはもちろんその政府をこう安泰するための、あの体制的なね、保守的な考え方があるからっていうこともありますけれども、あのそれが100年間なぜ教育職が日本のあの人たちの心の中にそのこうもう浸透させたのか、孟子ですよね。やっぱそれはね、やっぱりものすごくね重たいものがあるんですよね。で古事記とかそういうのは確かに僕はそれはそれでもって否定しませんけど、やっぱり儒学っていうのはね、あのなんとかな、しっかりしたあの体験になってるんですよね。だから教えやすいっていうか、エンドレスっていうか、あの それなりにその日本人の、まあ、中国人とは違って日本人はその組織で動いたりしますから、インディビジュアリズムじゃないんで、そういう中にこう浸透していく、しかも日本人は真面目正直だから、それをしっかり守っていくっていう意味ではぴったりなんですよね。うん、まあそういうことです。いや本当に、まあ、海野さんに時々こうチェックを入れてもらうっていうのはすごく大事、自分にとっては大事で、だからいつも気をつけてはいるんですけど、あの、ああまたこれはまずいなとそうですね。でそれが海野さんとか木本さんがいるところで、あのちゃんと告白しなきゃいけないなそうですよ。
いやまあちょっと昔に比べればだいぶ、あ、そうね、まあ、もというか少し進歩はしてると思うんですけど、それでもいやその尽きるを極めることは、ま、全くとてもじゃないけどまだまだ、うん、そういうのを実際にこういう場面でこういうことがありましてっていうのを言ってチェックを入れてもらう、いろんなこう意見を言ってもらうっていうのもすごく大、あのいい機会だなと思って、うん、だと思いますよ。でやっぱりその人間の性格っていうのはね、なかなか変えられなくて、あの儒学っていうのはやっぱり人間の性格を変えさせようとしてるんですよね。だからあのじっくり、要するに一番すごい男ってあの軽くなくて重たい男だって言うんですよね、魯迅語が。で頭がいいとか仕事ができるとか、あの演説がうまいとかじゃないって言うんですよね。どっしり構えてびくとも動かない男、木剣のような男が最高だって言うんですよね。それができないんですよ。それができない。ついカーッとなったりね。つい、あの、自分の、なんていうのかな、自分勝手に動いたりね。それは僕でもするんですよね。だから人の話聞かなかったりするんですよ。こんなに努力してでもそうなんですよね。だから絶えず自分が今やってることがいいんだろうか。でそれは水曜日の連中に散々散々言ったらもう意外にしてくれって言われましたけどね。あんな授業やってんだから、宇野さんに対してなんかいろいろ言われてくるけど、それをあの勉強しに来てるんで、宇野さんのなんかどうしようどうしようかって来てるんじゃないって言われましたけどね。でもやっぱりね、あの、わかんないんですよ、僕自身。だから本当にね、持たなくてもいい荷物持ってるんですよね。それどれを投げ捨てたらいいのかって分かんないですよ。うん、で女房に言わせて、あんたそんなこともできないのってよく言うんですよね。なぜかというとね、あの人若いからね、あなたと同じような年頃だからね、なんていうかな、あの、もう距離を離れて冷静に見れるんですよね。外から見てると、なんていうのかな、なんか、あの、いろいろこう、繊維感でいろいろやったりしてんじゃないのみたいなことを言うんですよね。まあその通りですね。うん、で、かといって、あの、持って歩かなくちゃいけないものまで捨てちゃいけないわけですよね。うん。それがどれを捨てて、どれを持って、どれをぶら下げていって、どれをぶら下げちゃいけないかっていうのは、実にね、これ相談する相手がいないんですね。うん。僕は水曜の連中にこう、テーマをいろいろ、あの、大橋が持ってくるテーマ、そんなんダメだと言って、これダメだと言って、じゃあ、宇野さん一体何なんだっていうふうな、彼らはそれはそれなりにさ、あの、僕は指摘は正しいと思ってる。それを僕は受け入れて、じゃあどうしようかっていろいろ考えてるんですね。うん。うん、まあそういうふうなことなんですね。だこれはだから中村天風っていうのは、いやー、これやっぱりすごい人だなというふうに思いますよ。うん。僕が今一番困ってるのは、だから、研修、ただ土曜の研修項目、水曜日の夜の研修項目、大体、あの、最近本書くのやめたから、こう、一生懸命考えて、運動塾どうするかっていうのを考えて、内容はそれなりに、こう、いいかなと思うようになってきたんですね。で今言って、午前中もできれば、あの、チャイニーズアメリカン入れてディスカッションできれば、ベストなんですね。でそれができたら、じゃあ、それをどういうふうに今度は、あの、生徒を呼び込もうか。今、生徒呼び込んでもさ、土曜日は僕はいいと思いますよ。これで何人来ても。大体。でも、水曜日はダメなんですよね。いい加減にまでやってきたんですね。だから、そういう意味では、こう、あの水曜日やめちゃおうかと思ったこともありましたけど、あなたさっき言ったように、ホットトピックスで、やっぱりそういうリベラルアーツを本格的に教えていくっていうのは、2時間しっかりやってもいいかなって、土曜の午後に、あの最後の2時間のホットピックスは、ホットピックスというよりも、深掘りですよね、リベラルアーツの。かなり深いところを突っ込んでますよね。で、水曜日の夜は深いところじゃないんですよ。幅広く、ワイダーパースペクティブ。うん、で、土曜日の夜のリベラルアーツは、ディープインサイト。で、あれもこれもってもキリがないんでね、まあ、そういうふうにこう僕はしようと思ってるんですね。
だから僕の自身の意図は大学院というか、そういう大学というか、もしくはその生涯学習というか、やっていく内容っていうのは、僕の英語ですけどね、やっていく内容はやっぱどうするべきだっていうのはやっぱりあれなんでしょうね。でも、もしこれが例えば土曜日の午前中も、チャイニーズアメリカになっちゃうと日本語出てこなくないですなりますから、土曜は土曜でずっと一貫して英語だけでもいいと思ってるんですけど、水曜日の夜は日本語を入れて、そういうふうにやっていけばいいかなと思ったりしてるんですよね。ただ、どうやって宣伝して、どうやって生徒を集めるかっていうのはまだこれからなんで、今まではその授業の中身がしっかりしてなかったから、特に水曜日ね。で、これでもうそろそろいいかなっていう感じはしてるんですよ。これが中村天風ですね。ちょっと話になりました。これ中村天風。この人は90歳まで生きたんですよね。で、これ日本語と英語と中身は違うんですけど、この人、ちゃんと調べて書いてくれたんですね、英語で。日本語にはインダストリアリストっていうのはないですけど、やっぱ実業家なんですよね。で、彼はですね、チュバクロシス、結核ですね。チュバクロシス、結核を治すために、アメリカにストールイントロっていうのは、要するに密航したんですね。エンターとコロンビア、コロンビアユニバーシティで、1913年に、スープリームアドバイザーオブリパブリックチャイナ、中華民国の最高顧問になった。これだから、スンヤツセンですね。すごいですよね。1937ですよ。30歳でアメリカに留学して、7年間勉強して、で、中華民国のスープリームアドバイザーになったんですね。すごいですよね。で、彼は日本に帰ってきて、これは東京実業貯蔵銀行っていうけど、調べたら三菱 UFJ の前身ですね。だからレイター MUFG バンク、僕が付け加えました。後の、三菱 UFJ 銀行。後のってのはレイターでいいのかなってちょっとわかりませんけど、レイターって入れましたね、英語で。すごい人ですよね。